1933年3月23日、議場で、全権委任法への賛成を要求するアドルフ・ヒトラー。全権委任法。日本語訳では民族及び、国家の祈願を除去するための法律。または、国民及び、国家の苦境除去のための法は、バイマル共和政下のドイツ国において1933年3月23日に、制定された法律。 国家社会主義ドイツ労働者等による事実上の一党独裁制の下アドルフ・ヒトラー首相が率いる政府にバイマル憲法に拘束されない無制限の立法権を受権した。この法律は立法府が行政府に立法権を含む一定の権利を認める受権法の一種であり単に受権法と呼ぶこともある。ドイツにおいて政府に対して 広範な権限を付与する受験法は、訂正下の1914年の第一次世界大戦勃発にあたって制定されたものが、始まりである。1918年の敗戦後の訂正崩壊を経た、バイマル共和世紀でも、不安定な正常に対応するために1923年に2度、制定されており、1931年の、 関税法も政府に命令権限を認める点で一種の受験法であった。しかし、いずれの場合も受験の範囲は限定されたものであり、国会への報告が義務付けられた上に国会による政府措置の破棄も可能であった。戦艦期の世界恐慌後、深刻な不況、失業率の急増に対して対応できない議会に対し不信が高まっていた。 ヒンデンブルク大統領は議会を重視せず国家緊急権である大統領緊急命令を多用することで政治運営を図った。1931年には発令された緊急命令の数が国会採択を上回り、1932年には6発令に対し議会での立法はわずか後に止まっている。こうした権威主義体制は 議会制民主主義に失望する大衆の支持を集めていった。これらのことは、すでに全権委任法以前から反議会主義的な世論が形成されていたことを示している。ヒトラーは政権を握った際、自らに独裁権を与えることを主張していた。1932年7月の選挙で、国家社会主義ドイツ労働者党は、第一党となり、国防省であった。 クルトフォンシュライハーがパーペン内閣への協力を要求した。この時ヒトラーは自らの首相就任と全権委任法の成立を要求している。しかしこの時は妥協が成立しなかった。1933年1月30日に成立したヒトラー内閣最初の閣議でも一定の十権法制定が議題となった。その後ヒトラーは まもなく国会を解散し4年間の政権委任を訴える選挙キャンペーンを行ったこの選挙中の2月27日にドイツ国会議事堂放火事件が発生したヒトラーは大統領に要請し共産主義暴動の発生に対応するためとしてドイツ国民と国家を保護するための大統領令とドイツ民族への裏切りと反逆的策動に対する 大統領令の2緊急命令を布告させた。ヒトラー政府はこの2つの大統領緊急命令の権限で国会議員を含む多数の共産党員、社会民主党員を逮捕、予防抗勤をした。また、州政府への命令権限を利用し、州政府を次々に掌握していった。選挙の結果、ナツスは288議席連立を組む。 国家人民党は52議席を獲得し、過半数を獲得した。全権委任法制定を待つまでもなく、ナチ党はこの段階で、ほとんど絶対的な権力を手にしていた。3月7日の閣議でヒトラーは、憲法の範囲を超える全権委任法の制定への意思を表明した。ヒトラーは、国会での採択に自信を見せ、共産党の議員が国会に現れることはないであろう。 彼らはあらかじめ拘禁されてしまっているのだからと続けた。3月15日の閣議では、ナチ党員の内務大臣、ビルヘルム・フリックから法案を内示し、3月20日には最終案を提示した。副首相、フランツ・フォン・パーペン、経済大臣、アルフレート・フーゲンベルクは、国民会議による憲法制定条項を追加することで、ナチ党の権限を制約しようとしたが、 国会議長ヘルマン・ゲーリングによって簡単に一周された。こうして閣議は全員一致で全権委任法に賛成し、次の国会に提出することが決定された。この間、各州の地方政府では、ナチ党によるクーデターが相次ぎ、次々にナチ党の支配下に落ちていった。3月9日には最後まで抵抗したバイエルン州政府が総辞職し、 国家代理官にフランツフォンエップが就任した。3月21日、国会議事堂が全焼したために、現在のブランデンブルク州に位置するポツダムのフリードリヒ大王の墓所のある英寿協会で、ヒンデンブルク大統領が列席する盛大な国会開会式が行われた。この日の午後、ナチ党は、いわゆる全権委任法、民族及び、 国家の避難を除去するための法律案を国家人民党と共同で提出した。この法律は5条の法律案であるが、内容は、議会から立法権を政府に移譲し、夏政府の制定した法律は、国会、帝国参議院や大統領権限を除けば、憲法に廃反しても有効とする法律案である。つまり、非常事態を理由にして、 異性者の権力乱用を拘束し国民の人権を保障する憲法を骨抜きにし、ナチスに逆らう者に公益を害する者というレッテルを貼り、人権を剥奪して弾圧するようなナチ立法を有効とし、選挙を経ていないナチ行政府公務員に立法権まで与える法律案であった。実質的な憲法修正の内容を持つ本案は、本来は可決には葬儀委員のに、 三以上の出席を得た上で、出席議員のに三以上の賛成を必要とした。ヒトラー与党は過半数の議席を得ていたが、二、三には足りなかった。そこで、ナツスは、連立与党の国家人民党、鉄兜団などの協力で、議員運営規則の修正法案を同時に提出していた。この修正案は、 委員会や投票に参加しない議員の会議への出席を排除できた上に排除された欠席議員はすべて出席したものとみなして計算することを可能とするものであった。すでにドイツ共産党議員は全員が予防抗菌あるいは逃亡、亡命を余儀なくされ一人も出席できない状態であった。あとは中央党の同意さえ取り付ければ 円満な採択が可能な状態となった。3月22日の午後4時から、ヒトラーと中央党党首、ルートビヒカースの会談が持たれた。カースは、執行段階での大統領関与の保障、監視委員会の設置、委任法からの除外項目の確定という3つの条件を提示した。これに対しヒトラーは、大統領と自分が対立することはあり得ず、監視委員会は、 内閣のうちに設けると回答し、さらに中央党の支持基盤である協会との関係や教育政策は対象とならないとした上で、州の権限に対する侵害は考えていないと回答した。カースはこの意見を持ち帰り、翌3月23日の午後1時から中央党は法案への対処を決める会議を行った。この席でカースは反対した場合に、 党に対して不愉快な結果が降りかかる恐れがあるとし、賛成しなくてもナチ党は法によらない手段でその権限を獲得するであろうと述べた。他の議員も概ね同じ考えであり、党内で行われた事前投票でも12人もしくは14人の反対者が出るに止まった。中央党は多数決原理を取っていたため、実際の投票では、 全員が賛成に投票することとなった。議場となった、クロルオペラハウス3月23日の昼過ぎ、臨時国会議事堂となった、クロルオペラハウスの周辺を突撃隊、新兵隊が取り囲んだ。演壇の後ろには、ハーケンクロイツキが形容されていた。まず議員運営規則の改正案の審議が行われ、規立多数で採択された。共産党議員のほか 26人のドイツ社会、民主党議員並びに、ドイツ人民党と中央党所属の2議員も逮捕、逃亡、病気などで欠席を余儀なくされた。ついで全権委任法の審議が始まり、ヒトラーが法案の趣旨説明を行った。ヒトラーは、真の民族共同体建設のためには、 民族の意志と真の指導の権利が結びついた一つの憲法体制を作ることが必要であり、全権委任法の制定はそのためであると説明した。また、政府の行為に国会の承認を得ることはしないが、必要である場合には同意を求めることもあるとした。さらに、国会、帝国参議院の存在と大統領の地位と権限を保障し、 教会に対する政策も変化しないとした。そして最後に、政府は諸君の拒否の表明と、それに伴う抵抗の宣言を受け入れる覚悟を固めるものである。今や戦うか、平和を選ぶかは、諸君自らであると、否決された場合の強行手段を暗示した。これにより、最後まで春秋にしていたドイツ国家党の5人も、賛成に回ることを決めた。 この後2時間の休憩が取られ、午後6時過ぎに再開された、審議の冒頭、ドイツ社会民主党党首のオットー・ベルスがこの日、唯一の反対演説を行った。暴力による平和からは、いかなる繁栄も生まれない。真の民族共同体というものはそうしたものに基礎を置くことはできない。その第一の前提は平等の権利である。自由と生命を奪い取ることはできても、 名誉はそうはいかない。社会民主党が最近かぶった迫害に照らして言えば、受験法への賛成を我々に応急したり期待することなど、誰にもできないはずである。3月5日の選挙の結果、政府与党は多数を獲得し、憲法の文言と目的に忠実に統治することが可能になったのではないか。こうした可能性が損するところでは、そうする義務も存在する。 およそ批判とは、有益なものであり、必要でもある。ドイツに国会が生まれて、以来、民族の代表者が、政治に関与し参画することが、今日のように排除されたことは未だかつてなかったことである。新たな受験法が成立すれば、こうした状況が、さらに加速されるであろう。革命の続行のために国会を真っ先になくしてしまう、こと。それが、君たちの要求なのだ。 しかし、現に存在するものを破壊することが革命ではない。法というベールをかけたとしても、暴力による政治という現実を追い隠すことは、不可能である。いかなる受験法も永遠かつ、普遍の理念を抹殺することはできない。社会主義者鎮圧法が、社会民主主義を抹殺し得なかったように、新たな迫害の中から、ドイツ社会民主党は、 新たな力を汲み取るであろう。ヒトラーは即興にしては、極めて巧みに、ベルスの主張を逐一余裕たっぷりに粉砕していった。遅れてやってきたものの、とにかくやってきたことは認めてやろう。お前は迫害という。しかしお前たちの迫害を牢獄で償う必要がなかったものは、我々の中でごく少数に過ぎなかったのだ。我々のほとんどが、 お前たちの手によって何千回となく嫌がらせを受け、弾圧された経験を持っている。色が気に食わないという理由だけで、何年もの間我々がシャツを引き裂かれたという事実を、お前たちはすっかり忘れてしまったのか。お前たちの迫害の中から我々は生まれたのだ。お前は批判は有益だという。確かに、ドイツを愛する者が我々を批判することは結構で、ある。 しかし、国際主義に魂を売った者による批判を許すわけにはいかない。我々が野党の立場にあったとき、お前たちは批判の有益性とやらを認識すべきであったのだ。その当時我々の新聞は繰り返し禁止され、集会も演説も同じであった。それなのに、今頃批判は有益だとはよくも言えたものだ。 革命を続行するため国会の排除を我々が狙っているとお前は言う。しかし、そのためであれば、我々は選挙を行うことも、国会を召集することも、それに受験法を提案することも必要なかったはずではないか。この瞬間我々が議会に求めていることは、たとえ諸君の同意がなくとも、どっちみち奪い取ることのできたものに他ならない。 我々があえて法律的な手続きを踏むのは、今日我々と異なった立場に立つにせよ、ドイツに対する信仰を共有する人々を、いずれは手に入れたいためである。反対者を抹殺するのでもなく、彼らと和解するのでもなく、ただ挑発するという愚を、私は避けたかったのである。永遠の戦いを追っ始めるようなことだけはしたくない。それは、我々の弱さのゆえにではなく、 民族に対する愛からに他ならない。お前たちがこの法律に賛成しないのは、お前たちの内容のメンタリティが今日我々を鼓舞している、意図を理解できないからに他ならない。私は、お前たちの票など欲しくない。ドイツは、自由を手に入れる。しかし、それは、お前たちの手によってではないのだ。その上で、我々をブルジョアと誤解しないでくれた前、ドイツの星は昇りつつあるが、 君たちの星は消えかかっている。君たちの嘲笑は成り渡ったのだと幕し立てた。続いて立った、中央党党首、カースの演説は、自己弁護に終止し、言葉とは裏腹にためらいを残したまま下した決定を、自分自身に納得させようとする、惨めなものに終わった。あらゆる強小な考慮が沈黙すべきこの時に、中央党が、 一切の党派的その他のためらいを捨てたのは国民と国家に対する責任感である。我々がかつて敵であったもの含めすべての人々に手を差し伸べることにしたのは差し迫った困難を呼び、ドイツの再建という巨大な課題に鑑み、国民と国家の救済を確実にし、秩序ある国家と法の再建を促進し、無秩序な発展を阻止するためである。 ライヒ首相により与えられた約束が将来の立法活動の基礎となり指針となることを条件として中央党は受験法に賛成する。この後、バイエルン人民党、ドイツ国家党、キリスト教社会人民運動の賛成演説が続いた。最後に国会議長ゲーリングが今やドイツの頂点に立つのは我々の指導者である。もはや、 言葉は不要である。今や、行動あるのみである。我々の指導者、ライヒ首相に対し、我々は、盲目的な忠誠を捧げ、ドイツの勝利に至るまで、彼に付き従うことを誓うものであると宣言し、投票に移った。採決時、この時点ではまだ共産党議員は、議員の資格を保持していたにもかかわらず、議長ゲーリングは、議員総数を、 共産党議員の分を差し引いた566と発表した。国会による成立後間もなく開催された帝国参議院でもこの法律は全会一致で承認された。帝国参議院の議員は選出州政府の命令に従うことが定められており、すでに各州政府はナチ党に握られていた。全権委任法の前半全権委任法の後半署名は 上から大統領ヒンデンブルク首相、ヒトラー内務大臣、フリック外務大臣、ノイラート財務大臣クロージックのものいわゆる全権委任法は前五条からなる。全文、国会は以下の法律を議決し、憲法変更的立法の必要の満たされたのを確認した後、帝国参議院の同意を得て、ここにこれを交付する。ドイツ国の法律は、 憲法に規定されている手続き以外に、ドイツ政府によっても制定され得る。本条は、憲法第85条、第2項及び、第87条に対しても適用される。ドイツ政府によって制定された法律は、国会及び、上院の制度そのものに関わるものでない限り、憲法に違反することができる。ただし、大統領の権限は何ら変わることはない。 ドイツ政府によって定められた法律は、首相によって作成され、官法を通じて交付される。特殊な規定がない限り、交付の翌日からその効力を有する。憲法第68条から第77条は、政府によって制定された法律の適用を受けない。ドイツ国と外国との条約も、本法の有効期間においては、立法に関わる、諸期間の合意を必要としない。 政府は、こうした条約の履行に必要な法律を発布する。本法は交付の日をもって発行する。本法は1937年4月1日に執行し、また、現政府が他の政府に交代した場合にも執行する。用紙をまとめると、以下のようになる。またこの法律には、従来の受験法には存在した、国会に対する通告義務。 国会による政府措置の破棄権限の条項が存在しないなど、従来の受験法と比べても異質な立法であり、新たな憲法体制への道を開く暫定憲法とも呼べる法律であった。ヨーゼフ・ゲッベルスが24日の日記に、今や我々は憲法上も来日の支配者となったと書いた。またナチ党機関士、フェルキッシャー・ベオバハターは、 第三来非の始まりであると宣伝した。全権委任法はすでにナチ党が主柱にしていた権力に合法性を与えるものとなった。これによって、バイマル共和制は、明日もに崩壊、新たな憲法体制が構築された。制定手続きは、バイマル憲法の憲法改正手続きにのっとって行われ、ヒトラーも制定理由を、 新たな憲法体制を作るためと説明している。当時の法学者、カール・シュミットはこの法により、政府が立法権を主中にしただけでなく、憲法違反や新憲法制定を含む、無制限の権限が与えられたと説明している。同法の成立後、夏とは、他の政党や、労働組合を解体に追い込み、同年7月14日には、政党新設禁止法を制定。 一党独裁体制を確立していく。大統領権限は不可侵であるとされて、首相、閣僚任免権や国軍最高指揮権は依然として、大統領のヒンデンブルクにあったが、すでに病体であったヒンデンブルクはこれらの措置に対して、強い行動を起こさなかった。1934年1月30日には、来日振興制法が制定されたが、その大市場には、 来日政府は新憲法を制定できるという条文が定められた。この条文を根拠に政府は全権委任法を超えた措置をも行うようになり、本来ならば憲法改正手続きを行わなければならない帝国参議院の廃止が決定されている。8月2日のドイツ国の国家元首に関する法律発行による大統領職と首相職の統合並びに、 ヒトラー個人への大統領権限以上も、この、来非進行政法大史上を根拠としている。ヒトラーはこれによって、完全に、ドイツの独裁者となった。8月19日には、国家元首に関する法律の条項に賛成するか、否かという民族投票が行われた。投票率は95.7%、うち89.9%が、賛成票であった。 1937年には、全権委任法の期限切れを迎えた。当初関係省庁は、来日立法に関する法律を制定し、指導者権首相に立法権が存在するということを明文化しようとした。ヒトラーは当初この案に賛成していたが、心理学的理由からこの立法を拒否し、全権委任法の延長で対応することにした。ヒトラーは、自らの権限が、 国会の議決に基づくという形を嫌い、国会による延長法の制定という形を取ったものとみられている。1939年にも同様の措置が取られたが、その4年後の1943年には、政府立法に関する指導者命令によって、全権委任法の権限を今後も政府が行使すると規定された。 この措置により全権委任法自体は延長されず、執行したものの、その効果は政府が保持し続けることとなった。この命令では、国会がこの措置を批准することを留保するという文言が存在したが、国会は1942年4月以降開かれず、批准措置は取られなかった。1945年9月20日、ドイツを占領していた。 連合国管理理事会は、ナチス法の廃止に関する管理理事会法第一法律を発し、他のナチス政権下に成立した複数の法律と、ともに、全権委任法及び関連する法令の廃止を、宣言した。この法律が合法的な手段で制定されたという、意見は存在しているが、カールディ・トリヒ・ブラッファーは、疑瞞や恐喝による、同意の取り付け、 左翼議員の逮捕や各州政府の改変は明らかない違法行為であったと指摘している。第二次世界大戦後に成立したドイツ連邦共和国では憲法の国民主権規定を防衛する義務を国民に課し、戦う民主主義を基本としている。言論、結社の自由などの添付人権は保障されているが民主主義体制の否定。 連邦共和国の破壊を目指す政党は自由の名の、元に保護される資格がなく禁止される。また1968年6月24日の改正では、憲法的秩序を除去しようと企てる者に対し、他の救済手段が存在しない場合、すべてのドイツ人は抵抗権を有することが明記されるようになった。ありがとうございます。